G7 広島サミットまであと87日です。被爆者が自ら折った折り鶴にサミットへの思いを託すシリーズ被爆者の声です。その3回目は原爆で亡くなった父親への思いを俳句で読む胎内被爆者の女性です。刻まれし父の名を呼ぶ原爆記。石井和子さん76歳です。定年退職をきっかけに俳句を始め、会ったことのない父親への思いを読んできました。左から4番目、これが父です。徳永勝って言いました。警察官だった勝さんは爆心直下の当時の西警察署で被爆。数日後、母和美さんは身重にもかかわらず父を探しに市内に入ります。胎内被爆したのはこの時です。帰ってこないのでね、父が座って仕事をしていたであろう机の下にあたりを、そのあたりでしょうね、そこの、遺骨を持って帰って、墓に埋めたという。石井さんは40年間保育士として子どもたちに向き合い懸命に働きました。一度も会うことなく行った父、その存在を俳句に読み始めたのは職場の先輩に誘われてから。この日訪ねたのは肘山にある殉職警察職員の碑です。裏にね、名前が刻まれてるんですけどね、あったここです。これが私の父です。お父さん来ましたよ。慰霊碑の前に立つと心の中に生き続ける父親の存在を感じるといいます。お父さんの名を呼んで、刻まれし父の名を呼ぶ原爆記って言って読んだのが、初めですね。お父さんのことを読んでいると、お父さんって遠くじゃないんだよ、私のここにいるんだなと、それはちょっと最近感じますね。17文字で亡き父を歌う石井さん、折り鶴に託す思いとは。たすき継ぐ冬のランナー爆心地、爆心地の平和公園をスタートして、そこにフィニッシュする全国男子駅伝に平和をつなぐたすきをどうぞ高校生から社会人まで世界の人たちにつないで平和を願ってつないでいただけますように、折り鶴を折りました。被爆地で初めて開かれるサミットに期待することは。話し合っていただきたいんだけど、どうしてもね、空論に終わる可能性があるので、やはりまずは実感していただきたいね、被爆地のそういう被爆地広島の人たちの声をね、体験者の声を聞いていただいて感じていただきたい。あの日から77年、石井さんは会ったことのない父の姿を思い浮かべながら、これからも平和への誓いを17文字に刻みます。